南西諸島の島嶼部の防衛に向け、長い時間をかけて、今、海上自衛隊護衛艦の出雲、片護衛艦の改修工事が進められており、F-35 ライトニング 2B 型の運用が、いよいよ始まりますね。現状では、42機が調達される予定で、通常時は、宮崎県の新田原、ニュータ原基地に配備が予定されています。この、出雲、片護衛艦による F-35 ライトニング 2B 型の運用について、詳しく見ていきましょう。今後、次世代戦闘機が必要になるかもという状況で、まだ F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が必要なのか。海上自衛隊は V-22 オスプレイ輸送機を調達しないのかな。日本の防衛を担っている海上自衛隊の防衛の強化が求められており、2023年度の防衛費の概算要求は過去最大の額となりました。その防衛費の中で一番規模が大きいのが、その強化の一つとして、現在、海上自衛隊が保有している艦船、自衛艦では最大規模を誇り、ヘリコプターを搭載できる、出雲、片護衛艦の1番艦の、出雲、と、2番艦の、加賀、が、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする改修が、段階的に進められており、航空母艦化することが決定し注目されています。アメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング 2B 型は、短距離離陸、垂直着陸での運用が可能な B 型を含んでいたため、これを艦載機とする、出雲、型の航空母艦化を具体化させました。F-35 ライトニング 2B 型を搭載し、航空母艦化した出雲、片護衛艦の訓練拠点として、鹿児島県の馬毛島に展開する計画です。日本の航空自衛隊では、F-35 ライトニング 2B 型について、通常滑走路仕様の A 型を63機、短距離離陸、垂直着陸仕様の B 型を42機調達、合計で105機分の防衛費の予算として組み込まれており、今のところ、本国アメリカに次ぐ世界で2番目に多い同期調達数となっています。開発国であるアメリカを除いた場合、すべての F-35 ライトニング IIB 型の各種において、合計が100機を超えて調達を予定している国は、イギリスと日本と少なく、次に多いオーストラリアにおいては、72機に止まっています。イギリスでは、当初、F-35 ライトニング 2B 型を、空軍と海軍で合計150機を、2015年前後には138機が装備計画されていたが、近年では、高価な動機の調達、導入にブレーキがかけられ、48機と大きく削減される可能性もあり、24機がすでに配備されています。このように、イギリスやヨーロッパの西側諸国において、当初の導入数から半数以下に決定するなどの導入計画の方針転換は、経済の悪化や予算の削減による同期の導入を中止、開発の遅延、機体価格の上昇によるなど、程度の差はあっても、理由としては似たようなものであり、今後、ヨーロッパにおいて、これまでのような戦争が発生する可能性は非常に低いとの判断によるものと考えられます。そのため、従来のような戦闘機や、艦艇、戦車、火砲といった兵器の数を削減する傾向にあります。しかし、イギリスやヨーロッパの西側諸国においては、ロシアを最大の仮想敵国とする方針は変わっていません。ところが、今年2022年2月に、ロシアが、ウクライナに対し、軍事侵攻という行動に踏み切ったために、地理的な条件でも、ロシアに近い東ヨーロッパのポーランドをはじめとして、陸上戦力においては、特に戦力を強めている、
国もあります。このようなロシアによるウクライナ侵攻という非常事態の発生により、ドイツやイギリスなども政策の転換で軍事費の大幅引き上げに向けた国防費の増額を決めているが、イギリスが F-35 ライトニング 2B 型の調達を増やすとは言い難い。クイーン・エリザベスを中心とするイギリス海軍の空母打撃群ですが、もしもの事態に備えて、北欧方面の大西洋の付属海である北海に展開しており、航空母艦の活躍も見られます。クイーン・エリザベス等の空母打撃群は、イギリス海軍の所属ですが、それに関西する F-35 ライトニング 2B 型は、イギリス空軍の所属であり、また、クイーン・エリザベスには、アメリカ海兵隊の戦闘攻撃飛行隊も収容しています。というのも、クイーン・エリザベス等の空母打撃群に必要な収容能力に、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の配備数では、まだ余裕があることに加え、同盟国として、今後、連携を強化する意味合いもあるのでしょう。また、アメリカが保有している強襲揚陸艦にも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められており、同じく、こちらも、艦艇は海軍所属で、艦載機は海兵隊の所属になります。こうしたイギリスやアメリカによる、F-35 ライトニング 2B 型の運用方法を日本でも似た方法により、出雲、片越え艦は海上自衛隊が、F-35 ライトニング 2B 型は、航空自衛隊の所属での配備が進められています。このような運用体制は、航空自衛隊の対艦攻撃に重点を置くことと、海上自衛隊の敵の潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務において、それぞれが相反するのではないか、連携がうまくいくのか、心配な声もあります。さらに、アメリカ軍の強襲揚陸艦である、スワイプ級やアメリカ級に対しては、艦載機として、戦闘機である F-35 ライトニング 2B 型を運用しているが、その他多数の MV-22 オスプレイを輸送機として運用しています。アメリカ海兵隊の MV-22 オスプレイは、垂直離着陸ができる航空機で、ティルトローター機に分類され、ヘリコプターと同様に、垂直離着陸の能力を持ちながら、それを上回る高い航続性、速度能力を持っています。回転翼を上へ向けた状態では着陸できない場所においても、ホバリング状態で救助活動を行うことも可能で、前方へ傾けた状態では、高速での飛行が可能です。従来から運用されている CH-46 と比較すると、最大速度はおよそ2倍、搭載量はおよそ3倍、行動半径はおよそ4倍となり、輸送兵員数はおよそ2倍、機体の大きさはほぼ同じです。この MV-22 オスプレイを運用すれば、アメリカ軍の強襲揚陸艦は、高速かつ強固な補給体制を完成させており、高度で効率よく対応能力が向上し、その作戦能力を発揮し、重要な役割を果たすでしょう。日本の出雲、片越え艦の航空母艦化改修工事が完了しても、アメリカ海軍のそのような大型航空母艦と比べれば、最大艦載機の数や艦の大きさ等を比較しても、同等の艦種であるとは言い難い。その上、航空自衛隊は、オスプレイのような機体を保有していないために、物資や人員を大量に輸送する任務を担うことは、難しいと言えるでしょう。2022年3月末時点で、日本の陸上自衛隊が保有している V-22 オスプレイは9機であり、今後も航空自衛隊によってこうした機体の調達はないものとみられており、その連携にも注目されますね。そうした場合、出雲、片越え艦などの艦艇は海上自衛隊に
艦載機である F-35 ライトニング 2B 型の戦闘機は航空自衛隊に、また、V-22 オスプレイなどの輸送機は陸上自衛隊にと、それぞれ、大元の所属が異なっていますが、統合的に運用を担うことで、航空母艦としての、出雲、型が機能する形になります。これは、イギリスの最新鋭の航空母艦である、クイーン・エリザベス級の2隻でも、同様な運用形態であり、また、アメリカでも、海軍が強襲揚陸艦本体、艦載機は、海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型とする運用にも通じるものがあります。個人的な意見として、より多くの航空機を搭載でき、ステルス戦闘機である F-35 ライトニング 2B 型艦載の航空母艦化改修工事中である、出雲、片護衛艦の、出雲、と、加賀、の2隻の運用について、多くの期待を持ちすぎるのも、いかがなものかと考えます。2008年、平成22年、どの防衛予算で建造されることとなったのが、出雲、片護衛艦の1番艦の、出雲、であり、当初は、海上自衛隊としては、初めて、固定翼機の運用の可能性が取り沙汰されており、艦載機としての運用、配備も視野に入れつつ、設計が行われていました。海上自衛隊内部では、2008年、平成22年、度時点において、東シナ海での中国軍の軍事活動拡大を予測し、その当時、沖縄周辺において、自衛隊の航空機が使用できる滑走路が、沖縄基地の一本しかなく、中国軍により、その滑走路を使用できなくされた場合に備え、出雲、片護衛艦に、F-35 ライトニング 2B 型の導入を検討していたと思われるが、当時の時代背景を考えると、日本が航空母艦を保有、運用することは否定されていました。このことから、出雲、片護衛艦に固定翼機を搭載し、飛行甲板と艦内の格納庫をつなぐエレベーターを今後、航空母艦化した際に、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の大きさに合わせた仕様を盛り込み、艦載機としての配備、運用を、視野に、F-35 ライトニング 2B 型の導入を確保していた点は評価できますね。その、出雲、片護衛艦が、ストーブル、短距離離陸、垂直着陸機の運用を可能にする航空母艦化の改修工事が終了しても、F-35 ライトニング 2B 等の艦内への収容は十数機と見られていますが、固定翼機の運用する艦艇のテストケースだと考えれば、やむを得ないですね。しかし、洋上に F-35B やオスプレイ、哨戒ヘリコプターなどの運用が可能な、航空母艦化した出雲、片護衛艦を保有することは、移動可能な海上の滑走路として、航空能力を維持し、抑止力の強化につながり、大きなメリットとなるでしょう。